チャンネルわお。こんばんは、宮崎なほこです。なほこチャンネル43曲目、今日は、今日もまたリクエストいただいた曲をお届けします。 H2O さんの思い出がいっぱいという曲です。大人の方はご存知かと思います。10代のみんな、そして、20代の皆さんはどうかなと思うんですけど、学校で歌ったということが方もいるんじゃないかと思います。この私が中学生時代愛用していた歌集の102ページにありました。私も歌ってました、これよくお家でピアノ弾いて。いい曲なんですよね。で、20代になんて久しぶりに、歌ってみたら、歌詞がなんだか10代の時とは違う響き方がしました。大人の階段登る君はまだシンデレラさ、幸せは誰かがきっと運んでくれると信じてるね、少女だったといつの日か思う時が来るのさ、というサビの歌詞、もう信じてましたと思わず、言いたくなってしまいました。でも10代の頃とじゃあ比べて今どれだけ分かってるのって言われると、そんなに自信はないんですけど、でも多分今までいろんな人たちが教えてくれて、多分教えてもらった時にはきっと全部は理解できてなかったけど、ちょっとずつ、変わっていけているといいなと思うのは、こう悩んじゃった時とか失敗しちゃった時とかで、もうずっと私はずっと落ち込んで、なんかもう落ち込んだらなんとかなるんじゃないかって思ってたこと、ところがあったんじゃないかなって思うんですよね。きっとそしたら落ち込んでたら神様が見ててくれて、なんかこう浮上させてくれるんじゃないかとか思ってた。思ってたな。10代中学生の思春期の時はね、私すごい思ってました。でもいや、そういうわけじゃないということが多分こう節々で感じて、いろんな人たちでも会っていろんなことを教えてもらって、感じるようになりました。まあ、今でもどれだけできてるのかわからないけど、とりあえず落ち込んだ時とかはもう多少ある程度はやっぱり大人になって落ち込むんですけど、落ち込んででももうとにかく行動しようって、できるだけこうねやってみるっていうのを当時から多少できてるんじゃないかな、できてたらいいなと思います。でもすごい私はこの曲の中にそういう風に大人になったら気づくことがいっぱいあるし、こう今を微笑んで、あの時こうだったなって話せる時がきっと来るから大丈夫だよっていうメッセージが含まれてるのかなって思いました。大人に早くなりたいって思ったり、こう早く自分が変わりたいって歯がゆい気持ちになったりすることってやっぱりあると思うんですけど、でも大丈夫だよっていうメッセージなのかなという気もします。ということで今日はこの曲です。思い出がいっぱい。古いアルバムの中に隠れて思い出がいっぱい、無邪気な笑顔の下の日付は遥かなメモリー、時
やっています。よかったら遊びに来てください。そして YouTube チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。宮崎奈穂子でした。